元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は11月4日月曜日でございますね。アメリカは今日開くんですけど、日本はお休みでね、連休ですからね。もうそろそろね、旅行先とかからね、さすがにもう帰ってるでしょうね、皆さんね。ということだというふうに思うんですけど、どこ行かれましたかね、皆さん。ね。紅葉はまだいまいちですよ。ね。ちょっとね、行って戻ってきたとこあるんですよ。あんまり人が多くてね、やだ、みたいな。外人もいっぱいいてね、もう大変だな、みたいな。もういいや、みたいな。ということなんですけど、今日私ですね、ちょっと寒いくらいでしたんで、でも20度くらいありましたかね、昼はね。それで、お洋服着ましてね。それで実はマダムがですね、なんすかね、土曜日だけ営業するんですよ。うまいこと考えましたよね。麹町にですね、もう一軒ね、マダムお店やってんですけど、そこは平日ね、やってまして、それで、こちらの方はですね、土日もね、人が、集まってくるようなところなんで、お休みに集まるって感じですかね。そういうことで、土曜日開けるということで、なんかインスタにね、出てまして、で美味しかったですよ。久々にマダムに会ってね、話しましたけどね。なんかそのうち、麹町がですね、人が手当てできたら、西荻でずっとやりたいんだ、みたいなこと言ってましたけどね。だいぶかかるんじゃないですかね。それで、今日のね、マダムご飯ね、これでございます。これね、200円高いんですよ、通常よりね。だいたい土日は200円高いんですけど、豪華でしょ？これなんか炊き込みご飯って書いてあったんですけど、確かに味ちょっとご飯にもついてましたけど、その上にタケノコとか人参とかね、糸コンとか、ね。そう、すごい美味しかったですよ。これとこは唐揚げがね、2つ、鶏からがついて、で、これサバのですね、梅ね、梅のソースというか、なんていうか、美味しかったです。ね。で、やっぱり味噌汁が美味しい。マダムのね、味噌汁。あと、風呂吹き大根ですね。ということで、1200円払って。それで、コーヒーも飲んだんで、コーヒーが200円なんで、冬でもアイスコーヒーっていうのが私の定番でございますんでね、相当寒くならないとホットコーヒーを飲まないです。ということで、アイスコーヒーね、マダムの美味しいですからね。久しぶりにね、お目にかかって、しかも美味しかったです。ね。ということで、それで、その後ね、例のごとく、ふらふらしてですね。ふらつく足取りでですね、声優の前の花屋さん行って、今日はもうフルメンバー揃ってましたね、店長はじめ。それで、ちょっと外で撮ったやつは、これなんですよね。ミニシクラメンね。スーパージックスとか言うらしいんですけど、咲き方にご注目、数々のコンテストにも入賞してるらしいですよ。1500円します。かわいいですよね、このシクラメン。なんかね、また色したって感じじゃないですよね。葉っぱなんか赤いしね、変わってますよね。肩も起きます、やっぱり。それから、これもミニシクラメンですね。可愛いでしょ？アップで撮りましたけどね。いつか、シャッターストックに売ってやろうと。はい。これもミニシクラメンでしたかね。これちょっと違うのかな？何で映したんだろう？よく覚えてないですけどね。それと、これですね。甲州カズラってやつ。5500円ですけど、こういう花なんですよ。なんかね、ツタらしいですね。ツタ。カズラですからね。カズラ。甲州っちゅんですから、山梨県ですかね。よくわかんないですけど。なんか調べてましたけど。南アメリカ、ん？南米原産みたいな。そんな書いてあったみたいですよ。あくまでも、栽培したのが、甲州なんでしょうね。甲州といえば、ワインですよね。ワイン。ね。今や、甲州ワインは、結構世界的にも人気があって、結構高い値段もするみたいなんで。ね。時代は変わりましたよね。はい。それで今日のラブちゃんですね。もうね、今日ね、おやつの日じゃないんでね、いじけてるんですよ。お尻ぷいっと向けてね。ね、ラブちゃん。いじけないでよ、あんた。なんかこう、なんだよ、みたいな。なんなのよ、みたいな。あんたおやつくれんやん、みたいな。だから、毎日あげると飽きるでしょ？ということで、昨日あげたんですよね。でもラブちゃん朝から要求してました。ね。うん。
ご機嫌ちょっとあんま良くないですね。ちょっと私はもうね、足をこうちょっと触ってね。ちょっと動けお前って。これ肉球が気持ちいいっすよ。ね。あやむちゃん。やだにゃ。何すんの？何してまんの？って感じだね。ああ、ごめんね。やだなーって。です。ね。これね、その後ご飯食べ行くんですよ。面白いっすよ。ね。猫の行動っていうのはね、見てて飽きませんね。はい。ということで、癒されましたでしょうかね。はい。そういうことでですね、これ金曜日のね、ダウなんですけど、なんか変なんですよね。0時5時、ん？で、朝の5時44分でこれ、なんか表示されてて止まってんですよ。ダウと、ね、S&P 500。なさっか終わってんですよ、11月1日でね。11月1日だと思うんですけどね。日経新聞で確認しましたんで、こう日経電子版でね。42,000飛び52円が最終的な、これね。そうですね。株価ですね。間違いないです。はい。それでですね、288ドルも上げましてですね、結構ね、戻しましたよね。で、ナスダックもプラス144ポイントと。ナスダック100もまた2万ポイント回復して142ポイントと。それから S&P500 も23ポイント上げてますね。で、今、そうですね、先物を見てみますと、CFD もプラスになりましたね。14ドルぐらいね。で、42,070ドル今なりましたね。それから CME ですね。これ152ドル上げてます。それからナスダック100は123ポイント上げておりますね。で、S&P500 もプラス33ポイント。いい感じです。それでですね、明日の日経平均占う意味で、この CME の日経先物って大きいですけど、401円開けてますね。だから明日いいかもしれないですね。ただ、ちょっと円高気味なんですよね。まあ戻してきてますけどね。一時結構ね、円高に触れたみたいなんですよ。これちょっと見ると、これね、ここら辺ね、ここら辺見ると、151円65銭ぐらいまでいってるでしょ。またこう戻してますけどね。まあこう結局為替でもね、結構いろいろと動きがありますからね。日経平均はね。あと、色ドル 1.089 で、あともうちょっとで 1.09 になりますね。で、反対項としてですね、ドルインデックスは 103.73 ということで、まあドルがちょっと弱含んでますよね。それからですね、ビックス恐怖指数上げてますね。なんでですかね。高いから怖いっていうほどの上げじゃないですけどね。22.5 なんでね。で、債券なんですけど、軒並み利回りが下がってるんで、これは債券ちょっと買われてるんですね。それから、即指数ですね。まあ明日日経平均上がるにしても、やっぱり、ね、レーザーテックとかアドバンテストとか、まあ東京エレクトロンとかそういう半導体関連装置株ですね。そういう銘柄がですね、やっぱ引っ張っていかないと大きくは上がらないですよね。そういうことで、この即指数が、1.1%、11% プラスで、5000ポイント回復したと。54ポイント上げてね。これはまあちょっといい感じじゃないですかね。そういうふうに思います。それからですね、今日ニュースではですね、もしトラで中国から輸入急増ってか日本に急増して入ってくんじゃねえかっていう話ですよね。ということなんですけど、あ、そうそう。ダウって30銘柄しかないんですけど、なんか入れ替えするみたいですね。もうしたんですかね。インテルが外れて、インテル、著者ですもんね。NVIDIA が採用されたという。そういうことみたいですよ。いや、時代とともにね、変わっていきますよね。そこからしたらコカ・コーラとかビザとかすごいですよね。安定的。それから、バクシャの手元資金過去最高、更新と。アップル株を追加売却してますね。すごいな。えらい儲かってますからね、アップル株。それから、大統領選と FOMC、相場急変に警戒と。はい、もうその通りでございます。衝撃に備えよ。対戦警戒を、元となせってやつですね。対空警戒も元となせって感じ。アメリカ警戒も元となせって感じですよね。なんか、女川の原発延期されたみたいですね。なかなか難しいですね。それから、あとは、日産と三菱商事が自動運転とか EV バッテリー活用なので連携を強化するらしいですよ。日産ね。日産と三菱自動車が一応提携関係にあるでしょ。
味噌汁がこう絡んでくると不思議ですけどね。なんかね。それから、あとはですね。まあ、アイオワ州でハリス氏リードということで、女性の支持で逆転かと言ってますけどね。実はですね、これ日経でもこう、日経新聞でちょっとね、手にならない。書き方がね、混戦のまま投票日へ激戦73ポイント差ないで、3ポイントって大きいですよ、言っときますけど。それで、これリアルポリティクスのね、まあこれ平均したやつなんですよね。で、これわざわざ掲げてるんですよ。で、ここをね。これはですね、こんな感じなんですよ。で、これが激戦、1、2、3、4、5、6、7州ですよね。それで、今回のですね、ここ赤いのがですね、共和党なんですね。で、こうちょっとブルーっぽい、水色っぽいのがですね、民主党なんですけど、ミシガンとウィスコンシンぐらいなんですよ、リードしてるのは。あとはもう、ペンシルバニアはまあ 0.3 ぐらいですけど、あとはもうノースカロライナ、ジョージア、アリゾナ、ネバダ全部ね、1% を超える。アリゾナに至っては 2.6 ポイントもね。まあ、トランプさん有利なんですよね。ですから、なんかね、まあその日経新聞としてはトランプさん取ってほしくないんでしょうけど、でもこれ普通パッと見たらね、あ、トランプだなって、トランプ有利みたいに、普通書くはずなんですけど、そのね、日経新聞ごときがですよ、アメリカの選挙で、なんすかね、この接戦と書いてもね、混戦とか書いてもね、あれですよ。全くもってアメリカではね、注目されませんのでね。基本的にはね、なんかどうもトランプさん勝ちそうですよね。というふうに思いますね。で、戻りますけど、あとはですね、アメリカはですね、グローバルファウンドリーズに罰金だと、制裁対象を中国企業に出荷したと。これは、TSMC とか、あれですね、サムスンなんかが、受託生産やってるでしょ？それがなんかまあ第三国を迂回して中国にみたいな。で、それをなんか制裁対象にしてですね。まあ、要するに、罰金を取るぞみたいな。そんなん言うたってね。なかなかしんどいっすよね。これ SK 会長っていうのは SK ハイニックスですね。韓国ですかね。この HBM っていうのが次世代のその、まあチップなんですよ。NVIDIA のね。で、これを前倒ししてくれと。まあなんかちょっと出荷がね、遅延してるということで、ちょっと NVIDIA ね、って感じらしいんですけどね。それからなんかまあこのね、腹立つのがこいつ。新浪。これ。こいつ。中国行ってんですよ。まあね、ちょっと視聴者さんの方からね、どなたでしたっけ？視聴者さんで、こう、新浪、タモメタルさんね。タモメタルさんが、サントリーの雇われ社長さん、年収の壁引き上げ反対とかで炎上してます。ね、とか言って、書いてらっしゃいますけど、あ、そうそう、セブンタルさんはなんか、高速の、インターで、セブン銀行の ATM を見たとか言って、喜んでらっしゃいます。ね。中国副主席とね、こう会談してんですよ。何様なんですかね、こいつ。それで、あれですよ、年収の壁はどうたら言ってるし。それで、なんすか、最低賃金1500円。で、それやったがいいと。で、潰れるとこは潰れた方がいいと。むちゃくちゃ。これね、品性ね。これね、中国、ひょっとしたらハニトラやられてるかもしれないですね。油ぎっしょでしょ、結構。なんかね、経済同友会ですからね、所詮ね。これに比べたらですね、住友科学出身の徳野さんが比較的まともに思えてしまうというね。まあね、どうでもいいんですけど、サントリービバレッジね、若い人が多いわけでしょ、サントリーね、飲む人ね。大丈夫なんですかね、不買運動起きますよ。てか、前も不買運動見たけど、関係ないってわけいかないですよね。ね、会社のやっぱ役員やってるわけですから、買った人ですよね。やっぱでもなんか中国と、なんかそれなりの関係ないと、この微妙な時期に行かないですよね。ということでございます。それからですね、中国の婚姻数は1、9月前年比94万組減少と。まあ、何しろ13億人だか、14億人だか人口いますから、まあ94万組ぐらい減少しても大したことないでしょうけどね。それからですね、賃金のデジタル払い対象を拡大するということで、
アプリ事業者ね。デジタル払いって、これですかね。ペイペイ、au ペイ、楽天ペイ、d 払いね。これを、まあ、アプリをね。これどこが決めてるんですか？厚生労働省が決めてるんだ。ああ、まあ、労働、昔のね、労働省とかいうのありましたっけ？なんかそういう感じですからね。でもこれ、あれですよね。事業者が手数料払うんですよね。手数料が多分これ、あれですよ。通常より安いですよ。銀行振り込みよりね。だからまあ銀行はちょっとここの給付口座のまあその手数料ですね。会社から取るんでしょうけど、事業者からね。まあちょっときついかもしれないですね。はい。そんな風にまあ思いますね。他にはニュースは特にないでございます。それでですね、今日はですね、久しぶりにですね、最新版、ゆるゆる流、少額分散投資法ということでね、ちょっとこう、ずいぶん前からですね、私、あれなんですよ。昔取ってた投資法とは違う、まあ、投資の考え方を今取ってるんですよね。ただ、まあ、それについてね、スライド資料をね、一生懸命、ちょっと一応作りましたので、それをね、ちょっとまあ、聞いていただいて、まあ、もし参考になる点があったらですね、まあ、これ自分のためにやったんで、頭を整理しようと思ってね、というふうにまあ、思いますけれどね。はい。それじゃあ、ちょっと行きたいと思います。はい。最新版、ゆるゆる流、少額分散、投資方針と。投資方針というか、投資法ですね。はい。まあ、不安定な相場ですよね。で、こういう時にですね、まあ、投資銘柄を、まあ、そのね、慌てて買うんじゃなくて、まあ、発掘をするという必要があるんですよね。で、まあ、不安定な相場ゆえにですね、何事が起こるかわからないんで、大きく下落するチャンスなんですよ。それは相場全体もそうだし、その発掘した銘柄もそうですんで、まあそこにですね、チャンスが訪れるだろうなというふうにまあ思ってるんですね。で、できればですね、まあこれは理由は後でね、言いますけど、できれば1000円以下の銘柄。もともとそうですけどね。できれば500円近辺の銘柄。これを狙いたいなというふうに思ってるんですよ。で、その理由はですね、資金をまあ小分けにしてですね、まあいわゆる夢の種ね、ドリームシーズですよ。これをですね、数多く撒くと。いうことがね、まあ、目的なんですよね。私も 163% ぐらいの含み益はありますんで、まあ、とりあえずですね、今後はですね、要するに、たくさん種まいて、でもちろん種なんかダメなやつもあるんですけど、やっぱたくさんまかないとですね、何がね、化けるかわかんないですよ。昨日何ですか、アドバンテストをね、そうですね、創業者列伝ね。ご覧に、なってない方は、ぜひご覧になっていただきたいですけど、チャンネル登録してね。それで何ですかね、アドバンテストもですね、なんか、400円ぐらいの株価になったことあるみたい、あるんですよ。年速で見るとね。でもそこで1000株でも投資してたらね、今ものすごいことになってるわけなんですよね。そういうことで、やっぱね、こういう考え方っていうのはですね、非常にね、まあ大事かなというふうに思うんですよね。時間かかりますよ、でも。ね。で、銘柄をですね、この場合ですね、どうやって選んでいったらいいのかというところでですね、私が思いついたのがですね、これでございます。4つの15。ね。4つの15。なんか、4つの約束とか、何ですかね。女性を守る。ね。ふるさとを守る。命を守るのわけがわからんこと言ってますよね。守るくんって感じでね、石破守に変えた方がいいんじゃないですかね。まあ、どうでもいいんですけど。はい。それでですね、これはですね、この4つの15っていうのは、予想売上成長率ね。それから営業利益率。ね。それから経常利益率、純利益成長率。これが、全部 15% 以上。これをね、見つけたいなと。で、その中から吟味して、要するに、投資をしていきたいなと。種をまいていきたいなと思ってます。それで、これですね、この条件で、まあ、スクリーニングをね、まあ、かけてみたということなんですけど、そのスクリーニングかける前にですね、一応その、今ね、マーケット全体がどんな状況かっていうのを知っておく必要があるんですよね。で、これ日経新聞なんですけど、はい。プライムのですね、全銘柄の、この上はですね、PBR です。純資産倍率ですね。もうね、1.3 倍あります。ね。で、スタンダードがやっぱダメですよね。プライムいけないけど、スタンダード落ちたんですからね。1倍終われて、平均がですよ、0.98。倍とかなって。しかもひどいやつは 0.4 とかね。あとは 0.2 とか3とかね。0.6 とかも普通にありますんでね。スタンダードはね、ある意味面白いっちゃ面白いんですけど、
なんかね、小鳥とも動かないっていう。ね。小鳥さん、ピーチクパーチクって感じで。それで、グロースね、やっぱりね、すごいっすよね。平均で3倍あるんですよね。だから、グロースで2倍ぐらい、2倍とか3倍ぐらい、あまり気にしちゃいけないんですよ。それより大事なのは、この下の PR ですよね。株価収益率。これがですね、まあ、前期ですね、これが 15.74 倍だったんですけど、この予想 PR ですね、これが 15.48 倍なんですよね。なので、15というのが基準になります。この15以下っていうのをね、探したいな、というふうに思うんですよね。これも、まあ、15絡んできます。で、この場合ですね、昔から私ミックスケース派だったんですよね。だからまあ、この PBR と PR を掛け合わせて、まあ、8から10ぐらいの。まあ、それだって、まだ、理屈的に生きている部分っていうのは、あると思うんですよ。で、そういう銘柄もあると思うんですけど、ただやっぱそういうのって結構、まあ、配当も高い場合が多くて、やっぱり配当目的みたいな形になると、大きな資金、やっぱ入れないと、配当もちんまいでしょ例えば、40円の配当金で、仮にですよ、1000株投資したって、まあ、4万円しか年に入ってこないんですよね。大したもんじゃないでしょ。1万株ぐらい投資すれば、それはまあ、40万ぐらい入ってくるんで、それはもうまとまったお金になると思うんですけど、やっぱりキャピタルゲインね。これをしっかりやっぱり取っていくっていうことがまあ大事かなと。で、これ日経平均がこれなんですけど、プライムとスタンダードとグロースとそれぞれ分かれてて、でプライムはですね、今の予想 PR15.29 倍です。だからまあ、15以下で探すといいかなと。で、スタンダードの方が 13.59 なんですよね。だから、スタンダードの場合はこれもっと下じゃないといけないと思うんですけど、とりあえずまあ15でスクリーニングをかけると。まとめてね。で、グロースはもうとんでもないですよ。49.17。グロースで15以下っていうのはね、もう期待されてないってことです。でも、そういう中にいいものがあるかもしれないと。ということで、一応ね、15、4つの15を基準にしてね、要するにスクリーニングをかけました。ちなみにトレーダーズウェブってご存知だと思うんですけど、トレーダーズウェブの方でですね、これですね。で、こうやってね。まあ、スクリーニングするウェブでできるんですけど、ここね、PR は、売上高成長率と、経常増益率と、最終利益変化率と。これをね、この4項目を入れるんですよ。で、PR はですね、15倍以下にしてます。で、売上高成長率15倍。15% 以上ね。で、経常増益率は 15% 以上。で、最終利益も 15% 以上と。まあ、こんな感じね。で、これ実行を押すとですね、なんすかね、銘柄が、該当する銘柄がずらっと出てくるんですよね。で、はい、これでございます。これね、119銘柄ありました。ね。あ、で、まあもちろん、あれですよ、1000円以下、もしくは500円以下っていうのも選ばなきゃいけないんで、なんでもかんでもね、これだからいいっていうね、そういうわけにいかないですよ。それから、まあ見ていただくとわかると思うんですけど、建設業が多いですよね。建設業。これはまあなんかちょっと慎重にしなきゃいけないだろうなというふうに思うんですよね。で、これ PR 低いんですよみんなね。なんで低いかっていうと、まあやっぱりですね、その、特に戸建て住宅関係ですね。で、今後その伸びるんかなっていうところあるでしょ。だまあその辺がね、ちょっとこう疑問符がまあつくっていうかね、ところがあるんですよね。なんでまあ建設業関係はあんまり期待されない、されてない。まあ、ただ、建設業でもですね、えらい過去のね、遺産で、ものすごくお金を持ってるとですね、PBR が大きく割れてて、これでまあ、村上くんとか丸木くんの標的になるということは十分あります。もう、浅沼組の例をとってみてもね、そういうことがまあ、わかるかなと。ほんとね、あの人たち、ほんと、人の懐ね、かすっていくの、ほんと好きですよね。かっこいいこと言いながらね。まあ、大道さんかわいそうにね。まあ、鍋割さんも、ね。まあ、なんの、まあ、能力なかったんでしょうね。と思いますよ。すべてのね、アパレルが悪いわけじゃないですからね、と思うんですけど、まあ、建設業が多いな、ということはね、まあ、こうパッと見てるだけでわかると思うんですね。全119銘柄ありますんで、ずーっと見ていくんですよ、一個一個。ね、ご苦労さんって感じなんですけど。まあ、そうですね、この中でも、すごく目立つのがですね、このライスカレーですね。195A。グロースですね。で、グロースのくせにですね、PR9.72倍で881円なんですね。で、これは売上高がもう 20% 近く成長する予想で、経常増益率は 258% プラス。まあ、金額が小さいですけどね。実はこの横にですね、まあ、最終益の、まあ、増加率みたいなのもあるんですけど、
これスクロールしないと出てこないですよね。なんで、まあそうですね。興味があれば、皆さんでおやりになってみればいかがかなと思うんですけど、ちなみにこのライスカレーですね。はい、これライスカレーのね、カブタンで見る、そのライスカレーのこう内容なんですけど、ちょっと星入れておきましょうかね。私が星を入れたからといって買うわけではないですよ、まだ。ね。PR9.7 倍でしょ。PBR2.44 倍。3倍ありましたよね、平均が。ですから、まあ、それよりは、まあ、低いというようなことで。まあ、これ、グロースにしては、まあ、割安ということになろうかなと思うんですよね。で、チャート見ていただくと、もう上場したばっかりです。上は1600円からね。下は900円までね。だ今結構下の方いるんですよね。で、これ何やってるかっていうと、SNS ですね。この分析ツールですね。こういうのを駆使した企業のマーケティング支援をやってると。ですからまあ、そうですね。なんていうんですかね。別に装置産業じゃないんで、設備投資もあんまりいらないし、伸びるときはすごい伸びると思いますね。今、もう目標ですよ。売上が28億で、営業利益が3億2000万、これ 3.6 倍になりますね。最終利益が 2.7 倍。あ、違った、2.5 倍。2億7000万ね。で、一株利益90円です。2.3 倍。これね、配当できるかな？よくわかんないですけど。何しろね、まだ296万株しかね、発行済み株式ないですよ。だから、やっぱ、出来高、まあ、そこそこありますよね。それでも13,300株ということで、1200万ほどあるんですけど、まあ、これはまあ、そうですね。さらに、資金調達のためのですね、そうですね、売り出しとか、まあ、追加でやる可能性は、まあ、ないことはないかなと思うんですよね。というふうに、まあ、見ていくんですよ。で、まあ、こう、今の881円は、そんなにこう、だから、その、IPO、から考えても、そんなにね、高いわけでもないと、まあいうふうに思いますんで、まあこれ、もうちょいと下がってきたら、まあ狙い目かな、みたいなことを思うんですね。で、こう、決算見ますんですよね。で、まあ、売上2割増で、でも、利益はこう、まあこんな感じでしょ？先ほど見た通りでございますし、それからこれ、第一四半期出てるんですけど、第一四半期ね、4、6月期なんですけど、10% しか伸びてないんですよ。で、営業利益は 30% なんですよね。で、最終利益はマイナス 16% に陥ってるんですよ。大丈夫かなみたいな。ね。そういうふうに思われてるのは間違いないです。でですね、営業利益率なんですけど、これがですね、15ないんですよね。3.6 とか9とか 4.2 とか、こんなんじゃね、対象外になるんですよ。ね。剰余金もほとんどないですし。というようなことでですね。まあ、これに投資するっていうのはもうあれですね、何ですか。もうよっぽど事業のその中身が素晴らしくてですね。それで、まあ、何ですか、こう、夢があるなっていうね。ノートみたいにね。それはまあ、安値で掴んでじーっとね、いつまでも持っとくと。それでもいいんですけど、どうかなみたいな。いうふうにね。まあ、でもこれもっと細かくですね、分析する必要がまあ、あると思うんですよね。で、元に戻りますけれど。はい。ということでね。まあ、いろいろね、こう、素晴らしい数字が並んでて、まあ、一個一個ね、見ていくとですね、なんか、これはっていうのがね、見つかるかなと。まあ、この、カゴメの29パーとかね。ね。こんなのはもう絶対手出さないですよ、私は。ね。ということで、資金効率なんですよ。少ない資金で何倍にもするっていう。それを、要するに、こう数やると。数やっとけば、まあ、当たる確率が、まあ、当たるって変ですけど、まあ、うまいこと言う確率が、その、ね、2割3割あれば、もう十分でしょそういうふうにね、やっぱ考えて、要するに銘柄を選んでいかなきゃいけないかな、というふうに思いますよね。そういう方向でちょっとね、考えてます。それでですね、スクリーニングの結果だけではね、買わないと。まあ今、ちょっとご説明しましたけど、まあ株単でですね、調べていってですね、で、この調べる内容ですね、これはですね、まず営業利益率が 15% 以上かと、ライスカレーなかったですよね。で、まああれは失格になります。それからですね、直近の決算どうかと、ね、最終利益とかダメでしたよね。なんか理由がひょっとしたら特別な理由があるかもしれないですけど、それも、追求しなきゃいけないです。でも営業利益率が 15% ないというところではもう完全に失格ですね。それから財務状況はどうかと。あんまり良くないですよね。大してね。剰余金ないですしね。それから現在の割安度。まあ、これはまあまあいいと思うんですけど、PBR も異常に高くないということで。でもまあ、PBR が異常に高いのもあるんですよ。PR が異常に高いのは、これは弾かれますから、PR は
15% 以下ですからね。はい。それからですね、事業の成長可能性はどうか。まあ、これすごい重要ですね。だから、まあ、今のですね、ライスカレーにしても、事業の成長可能性、うんぬんかんぬんっていうですね、まあ、最近上場した会社はきちんとこう出してますから、まあ、そういうのをちゃんと読んでですね、それで、うん、こういうことが、まあ、カタリスト、まあ、触媒ですね、となって、会社は、利益率も上がって、しかも売上も伸びて、成長するだろうな、みたいな。そこを読み解ければですね、まあ、投資してもいいかなっていう判断になると思うんですね。目前の数字だけ見てね、それで判断するのもまあちょっとね、どうかなと。だっていい決算出て、で、それから投資するっていうのは、安く買えないですよね。そういうことですね。それからですね、やっぱり企業ですから、よくバフェットさんが参入障壁って言いますけど、まあ参入障壁の高いもの、高いね、ビジネスっていうのはすごい儲かるんですよね。やっぱりそのコカ・コーラがいい例で、コカ・コーラはもう要するにコカ・コーラを飲みますよね。アメリカ人のみならず。だから、あれは強い製品なんですよ。で、しかも参入障壁があると言っていいんですね。コカ・コーラでなくちゃいけないという。刻まれたものがね。で、そういうですね、参入障壁を作れるような強い製品ね。まあ、アップルの iPhone もそうですかね。それから、サービスでもいいんですね。なんか特別なサービスですね。そういうものがね。あれば面白いですよね。まあそうですね。サービスとブランドは大体くっつく場合が多いですよね。あと製品とブランドもくっつく場合が、まあ、多いと思いますけど、ブランドがあるっていうこともすごく大事なファクターになります。ただブランドだけで買ってもですね、なかなかうまくいかないですよ。例えばまあ三協成功なんかいい例だし、あと大道もね、私はまあ儲かって逃げたんですけど、大道もですね、まあ、ブルックス・ブラザーズを持ちながらね、低たらくってどうよみたいな。商売下手なんじゃないみたいな。そういう感じなんですよね。そういう視点で見ていく必要があると。それで、あと経営者の顔ね。顔大事です。ああね。それからまあ、顔っていうのはまあ、実際の顔もありますけど、その方のキャラクターというか、考え方ですね。ビジネスに対する考え方。会社に対する考え方。それから、まあ、もっと言えばですね、まあ、長いですね、長期的な視野に立ったものの考え方を持っておられるかどうかというところがね、重要なんですよね。このところ、エザーテックだとか、まあ、昨日アドバンテストやりましたし、キーエンスもそうなんですけど、やっぱり先を見てますよね。先だけこういうものが、ね、もう、ターゲットとしていけるんじゃないかと。そしたら、そっちの方向にね、無理してでもね、舵を切るべきだっていうね。かも、新製品をね、毎年出していくみたいなね。そういうような、経営者の考え方ですね。これすごく大事です。はい。それからですね、箱積み株式数ね、それと1日の出来高どうかと。まあ、1日の出来高はね、先ほど見たライスカレー。まあまあ、1万3000株ぐらいあれば、300万株ぐらいしか発行してないんで、少ないですよね。で、これ二つあってですね、一つはですね、そこそこ株価が上がってきたら、そう。株数少ないんで、流動性がないでしょ、あんまりね。そうすると、まあ、上に上がる場合ね、スタンダードはまあ、ともかくとしても、プライムとかに上がっていくような状況になった時に、やっぱ売り出しはありますよね。それは気をつけなきゃいけないんですけど、まあ、当面の間はですね、多分これ株価上がってきたら、分割をすると思うんですよね。うん。だその分割してくると、まあ、またね、それはもう業績がいいから分割するんで、まあ、株価は上がっていくんじゃないかなと思いますけどね。ライスカレーはしかし、どうかな。まあ、一応調べてみますけどね。はい。それで、あと業界環境ね。これも見なきゃいけないですね。だからさっきの、そのライスカレーの、まあ、SNS マーケティング支援。まあ、結構やってそうじゃないですか、どこでも。なんか特別なもんがあるかどうかと。ね。いわゆる、強いサービスね。何か、他が真似できないサービス。そういうものがあるかどうかと。まあ、ブランド力はあんまりないと思いますけどね。はい。それからですね、いろいろ流、現物投資。私、現物ですからね、これ、全部。だから、こういう考え方になるんですよ。キャピタルゲイン取りということになるんですよね。で、信用取引でですね、レバーをかけてですね、それで鞘抜きしようっていうのは、こんなかったるい考え方はしないと思います。87歳のあのおじいちゃんね。あの人は、もう完全に、鞘取りですけどね。まあ、それでも18億稼いだって言うんですから、まあ、すごいですよね。でもなんか、10億あったのが、リーマンの時に2億円まで減ったとかね。あんま生きた心地しないでしょ。ほいで、なんすかね、やっぱこう、安眠できないですよね、そういうのって。まあ、今は勝ってるからいいですけど、うん。現物ならね、
下がっても何の心配もいらないんで。ね。まあまあ、あの方が、レバレッジをかけてるかどうかは私はちょっとわかんないですけど、まあ18億もあればかけなくてもいいと思いますけどね。はい。それで、まあ相場の暴落ですね。これはもういつでも不意にやってきますよね。特に今のような不安定な、まあ、日米の政治状況と。それから、まあ国際情勢もですね、イスラエルと、まあその、なんていうんですか、まあハマス、あとヒズボラ、そこでまあドンパチ、ね、やってますよね。だからロシアはウクライナで、北朝鮮にね、何考えてるんですかね、ロシアですよ。大ロシア帝国。それが北朝鮮に、兵員と武器を頼らなきゃいけないっていうのは、もう本当情けないですよね。だからもうプーチンさんは本当ね、なんていうんですかね、追い詰められてますよね。本当。でもですね、そういう不安定な相場の中で、突然ですね、まあ狙った銘柄ですね。これがですね、相場とともに落ちる場合もあるし、その個別銘柄の事情によって、まあ、需給とかね、そういうもので、こう、ドーンと安値になる場合もあると。ということで、まあ、でも全体が下がった時っていうのは、もう大体一緒に下がってきますから。でもね、その安値を買うと。ただ、あらかじめ、こういうものを狙おうと決めておかなければ、そのですね、株価を追っかけられないですよね。だからまあ、最初からね、ああやって、まあ、スクリーニングして、セレクトして、この銘柄を、ね、狙おうと思ってですね、こう、要するにこう、登録しとくんですよね。そういうことをやろうかなと思っております。それでですね、今、投下し、株式投下資金総額の 30% 程度の現金比率を維持すると出てますでしょ。これ今ね、私ね、32. いくつだったかな ?6 だか9だか、そんななんですよね。でもね、70% 以上ですね、銀行に、出金してんですよ。証券口座に置いとくの。嫌だから。だから、極論言うとですね、70% 銀行にあるんで、ね。70% 分のキャッシュが。だからまあ、いつでもね、まあ、この証券口座に戻すこと、24時間、いつでも、ただで、無料で、入出金できますから。なので、この 30% をね、全部投下してもですね、あと銀行口座に、まあ、本来、ここにね、株式口座 100.7 まで行きましたからね。ね。現金比率がね。100.7 ってどういうことって、要するに2倍になったということですね。元々の資金がね。ということでですね、まあ、なんていうんですかね、まあ、この 30% を全部ですね、小分けにしてですね、それで、いろんな銘柄にね、投資していくということがね、まあ、できるかなというふうに思っております。で、狙うはですね、投下資金の2倍です。最低2倍。2倍にならないと嫌です。ね。ということですね。それで、いや、こうじゃないと意味がないんですよ。2倍ね。2倍。それでね、この2倍っていうのはね、こういうことなんですよね。決算が、仮にまあ、四半期の決算出るでしょ。で、良いシナリオがこう続いていくと、自分が思い描いたもの、あるいは思い描いた以上のね、シナリオになっていくと。まあ、オンアドはそういう形でしたもんね。で、そう判断できればですね、まあ、一部選定すると。それから、まあ、もしくは、全株、いや、これはもう3倍から4倍、あるいは5倍もあり得るな、ということで、全株ホールド継続と。いうこともありません。もともと投下した資金が小さいですから。で、全然我慢できるでしょう。でね、少額資金でキャピタルゲインを狙うっていうのはですね、一番いいのはですね、損切りがしやすいってことです。ダメだなと思っても、下がる金額が大したことないんですよ。投入してる金額が少ないですから。だからね、気持ちよくね、選定売却できるんですよね。だから損切りがなんだ。だから損切りをですね、私ためらったことはもう全くないです。ね、キャッシュが一番大事みたいな。そういう感じですね。塩漬け嫌いみたいなね。そういう感じですね。で、こうですね。ゆえに投下し単位、投下単位というのは、最低300株以上あります。まあ私は300株投資するっていうことは、まあまあないんですけど。でも、こうなんと300株以上って言ってるのは、最低のことを言ってるんですね。で、それなんでかっていうとですね、これ例えば、投資して、300株ね。投資して、まあ2倍になったとしますよね。で、その時に、うん、もっと上がるかもしれないなという、まあ、シナリオ状態だったとして、その時にですね、300株あればですね、3分の1選定して、あとの残りの200株で、さらに上を狙うっていうね、そういう考え方が、まあ、できるんですよ。ところがね、100株しか投資してないと、その100株を売ってしまうとですね、もう何もなくなるんですよね。それはもったいないでしょ。せっかく一生懸命、こう、考えて、それで運よくですね、シナリオ通りに行ってですね、株価が上がってきたのに、100株
投資して100株売ったらもう終わりみたいな。ストーリー終わりみたいな。ただまあ私の銘柄でいくとですね、例えば JVC ケーブルなんかは、ですね、2回ですね、選定利確してます。で、一番最初はですね、半分ですね。半分、選定しました。で、それはね、2倍いってなかったですね。まだちょっとこう、不安感がありましたから、本当に、っていうのは、あそこは無線機はいいんですけど、なんていうんですか、社債関連の、あれがもうめちゃめちゃ利益率が低いんで、なんかこう、そっちがこう、具合が悪くなるんじゃないかな、みたいな。っていうような、こう、ちょっとね、不安がありましたんで、まあ、それでも半分選定して、で、この間ですね、確か1300円、近辺ぐらいのところですかね。それで、さらに半分選定して、でもそれでもまだ半分残ってるんですよ、ね。で、そうやってですね、まあ次はもう3000円を狙いに行きます。でも、投資資金はもう回収してお釣りが来てますから、いっぱいね。問題ないんですよね。だからそういうやり方をした方がいいんで、私は300株って言ってるんです。だから、最低ね。だからお金、そんなにね、私持ってませんよっていう方はですね、この最低300株だけ覚えてください。100株の投資ってのは最も良くないです。優待目当てで投資するのはいいですよ。いいと思うんですけど、もう本当にキャピタルゲインを狙っていこうというんだったら、最低300ですね。だって、500円の株があるとして、300株買っても、まあ15万じゃないですか。で、その15万ね、貯まるまでは辛抱してね。で、この間のところにですね、その300株、私は投資された方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。でとにかく基本的に何ですかね、300、500、1000、1500、2000、それから次はまあ3000ですかね。まあそういうような感じで、私の場合は、まあ300はないですけど、基本。まあ500はあります。500、1000、1500、2000ね。そういう、あと3000とか4000とかありますね。はい。そんな感じでございます。はい。で、含み益とですね、実現益を共に成長させるためにもですね、この最低300株っていうのは必要だと思います。100株とにかくね、ダメです。優待目的以外はね。で、含み益と実現益を共に成長させるという意味はですね、結局この300株から100株選定したらそこでですね、実現益出るでしょ？で、なおかつ残りの200株は含み益を持ってますよね。で、これがもっと上がっていくっていうことになったら、今度200株でずっと含み益が積み上がっていくっていうことになっていくわけなんですよね。で、そうするとですね、すごく、安眠できます。簡単に言うとね、そんなことですね。はい、次ですね。まあ、一応私、種まく人なんでね、未来ですよね。ね、パーってね。で、この成長株投資に、まあ、転換してますね。明らかに。これまでは、まだ成長してないんだけど、成長するよねって。間違いなく成長株になるよね。銀行なんかそういう投資の仕方だったんですよね。今、もう全然ダメダメちゃんなんだけど、でも、コロナが明けたら成長するよねと。で、コロナが追い風になって、それでまあ、支店もどんどんと、まあ、支店が一番のコストだったからですね。人もコスト。で、そういうものをどんどん淘汰できる環境になってくるんで、逆に、今みんながダメだと思ってるけどいいんじゃないかなということで、銀行にドカッと投資したんですよ。で、それが今、活躍してくれてるんですよね。3倍とか、3.5 倍とか。というようなことなんですよね。で、だけど、私はですね、成長が見込める株ですね。もう明らかにこれは成長していくだろうなというものを。こういうものにですね、まあ、軸足を移そうと思っています。世の中で高配当株投資がいいっていう方もいらっしゃるんですけど、いくら高配当でもですね、やっぱりそれなりの金額突っ込まないと、配当の、高い配当の恩恵には、預かれないんですよね。じゃあ、先ほどのお話じゃないですけど、40円の配当があるとしてですよ。まあ、やっぱり1万株投資しないと、40万ぐらいないと嫌でしょ？で、そんなんが、例えば3つぐらいあれば、年間120万の配当金が入ってくると。それがもしNISAコーナーだったら、もっとそれはいいですよね、無税で。で、それぐらいないとですね、生活の足しにならんのですよ。40万円なんて、すぐなくなっちゃいますから。あ、4万円ね。4万円なんていうのはすぐなくなっちゃいますからね。まあ、あんまり、まあ、配当あった方がいいですけど、あんま重きを置かないですね。で、成長株っていうのは、何かというと、まあ、モノタロウじゃないんですけど、やっぱ持続的にですね、売上と利益、これが2桁増する銘柄のことを言います。モノタロウはね、15% の営業利益率はないです。12% 台ですね。
だけど、2桁以上の営業利益率が、まあ、あるっていうのは、これやっぱりね、そうですね。売上が上がるとともに、利益がどんどん2桁で増加してくる。やっぱ、前提条件としてはもう十分かなというふうに思いますね。ですから、まあ、15% にこだわることはないですけど、少なくとも2桁以上ないとダメですね。10% とか 11%、12% というふうにも私は思っております。こういう銘柄が成長株。私の中の成長株ですね。で、新規投資方針ということで、まあ今こう考えているその投資のやり方っていうのですね、ちょっとこう、まあお話ししたいんですけど、まずですね、現在保有しているのは27銘柄あります。で、この中でですね、こういうですね、売上利益2桁増、それからですね、営業利益も2桁。これはですね、7銘柄になります。そうですね、何ですかね、シェアリングテクノロジーとかね、それから次元とかですね。そういう銘柄が、まあ、該当しますね。まあ、ノートは全然該当しません。あれ募金です。ね。それで、これですね。この成長株に、まあ、7銘柄今は投資してるんですけど、これをですね、さらに増やして15から20銘柄に増加させたいなというふうに思ってるんですよ。大体ですね、おそらく40銘柄ぐらいまでは、まあ、管理できると思うんですよね。ケアできると思うんです。ですから、まあ、そこぐらいを目標にして、まあ、何もかんでも買えばいいってもんじゃないですから、もうで、時間かかるんだね、調べるのに。で、まあ、今後ちょっと不安定な相場の中で、そうですね、株価とにらめっこ、決算とにらめっこしながら、ちょっとね、そういう銘柄をね、淡々と増やしていって、それで、時を待つと。いう感じですかね。そんな風に、まあ、思っております。種まく人ね。種まきしようと思ってるんですよ。ああね。まあもちろんこれ全部当たらないと思いますよ。だけどね、7銘柄ではですね、ちょっとね、少ないなと思うんですよね。せめて15は欲しいなと。で、まあ、15のうちの5つでも当たってね、2倍から3倍、あるいは4倍、5倍になってくれればですね、欲しいでしょ？で、他はもうみんなね、途中で、選定してしまえばいいんですよ。パシパシパシって。で、また新たに探せばいいんでね。というふうに思ってます。IPO いっぱいね、最近してますからね。そういう銘柄でもいいですよね。はい。それでですね。まあ、今申し上げましたように、まあ、この2倍から5倍の株価上昇を待つと。だから全部でですね、例えば、20銘柄、要するに、こういう、その成長株ですね。私が定義した成長株があったとして、もうとにかくね、そうですね。まあ、2割ぐらい当たれば、当たればってのは変ですけど、宝くじみたいですけど、まあ、そういう面もあるかもしれないですけどね。まあ、4銘柄とか5銘柄が、まあ、そういう2倍から5倍の株価上昇になったらですね。全然他はですね、その低いところでしょ？確か1000円以下。できれば500円。前後、みたいなね。下がっても知れてんですよ。だから、投下した資金なんて、損切りしてもですね、2倍から5倍の株価上昇、ね、やる銘柄がですね、20銘柄のうちの4銘柄、5銘柄出てくれば、もう全然問題ない。全然大事です。ということなんですよね。だから損切りがね、簡単にできるという意味でもですね、やっぱこう、少額分散の成長株投資ですね。これすごく大事じゃないかなというふうには思いますね。はい。これね、最後に付け加えておきますけど、ただシナリオが崩れるっていうことはあるんですね。外部環境とかね、それから内紛もあったりするし、いろいろね。事故が起こったりね。セクハラで、みたいなね。社長がセクハラで、みたいな。そういうことだったら、ないことはないですよね。これでまあ、社内ガタガタになって業績悪くなるってことだってありますよね。ですから、やっぱもう、そういうのをずっと見とかないといけないですね。でも、それ趣味なんで、私。ね。シナリオが崩れたら、もう、損も得もない。即選定。選定してもですね、知れてます。要は、例えば、皆さんが300株投資で15万、ね、投資して、それでまあ、500円のね、銘柄がですよ、400円に、例えばなんかあって値下がりしたとしてもですね、まあ、簡単に言うとあれでしょ？ 2 割下がっただけでしょ？で、15万円の2割ってあって3万円じゃないですか。そうでしょ？でも、15万円が2倍になったら30万円ですよ。ね。それで、3倍になればですね、45万になるんですかね。5倍になったら、5倍になったら、75万になるわけですよ。そっちの方が絶対に
お得な考え方だと、要するに、私は思う次第で、ございます。ということでね、今日はもうちょっとスライドを作って、ちょっと投資方針が今変化してるんで、そこのところをね、まあお話ししたいなということでですね。まあこうスライドね、これで終わりたいと思いますけれど。ということでね、まあ、ライスカレーはまあいいです。トレーダーズウェブはね、まあこんな感じの、こういう感じでね。これ会員にならなくても、このスクリーニングはできますんで、しかもこのスクリーニングすごい優れてますよ。11月1日のしっかり更新しますからね。もう楽天とかひどいですから、スクリーニング。ほんと、使い物にならないですよね。ということでございます。それでですね、最後に小倉百人一首ね、行きたいと思います。今日は有名な句でございますね。久方の光のどけき春の日に、しず心なく花の散るらも、さすがにこれは私も、そらんじれますね。木野友則という方でございまして、作者はね、木野貫之ね、有名なね、あの方のですね、いとこになるんですかね。まあ、木野家というのは、やっぱこういうね、芸事に秀でてるんですね。36歌仙の一人で、古今集選者となるが、古今集の完成を見ずに病でもしたと。まあ、昔はね、もう30ぐらいで死んでしまった人じゃないですかね、確か。はい。それで、これはまあ、四季、春を歌ってますよね。それで、この久方のという意味がですね、これはですね、主として、空ですね。この空にかかる枕言葉で、次のような意味があると。日が差す方、ね、久方ね。この日は、久しぶりだなっていうことじゃなくて、日が差す方という意味だと。いうことみたいですよ。ね。ですから、日が差す方ね。日が差す方から来る光のが、まあ、のどかだなと。そういう春の日にですね。しず心なくっていうのはね、花の散る心はですね、まあ、こんなのどかな日にですよ。どうして桜の花だけがですね、しず心なくっていうのは、なんか静かな心がないっていう意味ですよね。で、落ち着いた気持ちじゃなくて、花が散っていくんだと、慌ただしくね。もったいないにゃーみたいな。もうちょっと咲いといてくれよみたいな。ということでね、木野友則さんと出したね。今日もやりましたね、小倉百人一首ね。ということで終わりたいと思います。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記。本日はここまででございます。まあ何しろね、変なチャンネルなんですけど、まあ今日のね、考え方は、ちょっと今のマーケットの状況にはですね、まあすごく合ってるかなと思うんですよね。私、順張りじゃないんでね。なんかね、大型株をね、なんか1割で利確するとかね、そういうのはやらないです。1割へこんでもね、とんでもないことになりますからね。というようなことでですね。まあ面白いなぁと、まあ中にはね、思われる方がどうもいらっしゃいますんで、そういう方はですね、ぜひチャンネル登録をね、していただきたいなというふうに。あと、高評価ボタンも、お願いしたいなと思います。それからですね、サブアカウントでですね、サブチャンネルか。サブチャンネルでですね、元上場会社社長の今度、ゆるゆる、ね、ゆるゆる創業者列伝というのをやってます。で、昨日ですね、アドバンテストをね、あげました。なかなか面白かったですよ、自分でもやっててもね。久保田さんがね、早速コメントいただくれてまして、本当ありがたいです。ぜひね、ちょっと皆さんも、短いですから、20分ぐらいですからね、ぜひね、ご覧いただければ、嬉しいなと。で、チャンネル登録もぜひね、していただきたいなと。概要欄の方からですね、URL 貼ってありますんで、それから見ていただいてですね、それでぜひね、チャンネル登録、高評価お願いしたいと思います。あと、拡散もね、お願いします。ということで、本日もお腹空いてまいりました。長時間のご視聴、誠にありがとうございました。ではでは。